村田和也は、千葉県流山市出身の元プロ野球選手、コーチ。2016年より、北海道日本ハムファイターズベースボールアカデミーのコーチを務めている。小学校4年生の時に、地元の少年野球チーム、カガンクラブで野球を始め、最初は一番ショート。子供の頃から、足が速かったことから、野球チームに誘われ、 田中一徳のプレーを見て、自分でもできるかなと思い始めたという。この時にはすでにプロになりたいと思っていた。このチームの先輩には、押本武彦がいる。もともとは右打ちであったが、俊足を活かせるように、少年時代の指導者から左打ちにするよう進められた。私立船橋高校では、甲子園出場は叶わず、その後等との中央大学に入学。 一年春から出場、秋からレギュラーとなり、常に、打率3割台を記録。三年春からチームは二部に降格したが、一部二部通算で107、アンダを記録した。一年秋と二年秋にベストナインを獲得。四年時には首相を務めた。2007年プロ野球ドラフト会議で日本ハムから四巡目、指名を受け入団。入団時には、体格に恵まれない。 野球少年やいろいろな境遇の人たちに夢や希望、励ましを与えられる選手になりたいと語った。2008年は1軍で15試合に出場。2軍では75試合に出場し、打率290、出塁率369、35盗塁で、イリーグの最多盗塁を獲得した。2009年は44試合の出場で55。 打数ながら打率。291を記録し、8盗塁も記録した。2010年、2軍では74試合の出場で打率。283、出塁率。359、13盗塁を記録したが、1軍では19試合の出場で打率。207に終わり、盗塁も記録できなかった。2011年、主に、中田翔の守る。 左翼手の守備固めで出場が多かった。2014年10月21日に球団より戦力外通告を受けた。2015年はベースボールチャレンジリーグの福島ホープスにて選手権人コーチとしてプレー10月26日付で退団し現役を引退した。2016年より日本ハムのベースボールアカデミーコーチに就任。 一塁到達3.71秒の瞬速を誇り、高校時代には体育祭の100メートル走で陸上部員に勝ったことがあるという。高校時代はチーターのような走りから南米の黒標と称されていた。目標とする選手は同じく瞬速で有名だった元阪神タイガースの赤星の博弘とファイターズの先輩の田中健介。大学時代の3期先輩である。 亀井義行からは、走り打ちを避けバットをきちんと振り切るようアドバイス、されていた。高校時代の同級生に、東京ベルディの佐藤優也、BBB フェンローのカレン・ロバート、柏レイソルの像、島達也らがいる。外野手であることに加え、低身長が瞬速を際立たせることもあってか、日本ハム OB で、野球解説者の岩本務から、リアルピノと呼ばれている。 2010年オフに一軍でやり通す覚悟で逃げ道を失わせるため、鎌ヶ谷の寮を引き払い、札幌市内にマンションを仮住民票を移した。父は、時間があれば、各地へ山登りに行くほど、大の登山好きで、思い出の山日記150座という著書を文芸社から出版している。村田も子供の頃は、父と一緒に登山に行ったとのことだが、登山は、 特に好きではないという、ありがとうございます。